皆さんこんにちは、かずのすけです。今日のお話は、僕が敏感肌とか、アトピーをね改善した時に一番効果があったなと思ったスキンケアのお話です。アトピーとか敏感肌を改善するために、食べ物とかスキンケアとか衣類だとか、もういろんなところでたくさんのことをやってるんですけれど、その中でも一番僕が敏感肌や乾燥肌を改善する、またアトピー体質の肌荒れを改善できたなって実感した方法は何だったのかっていうお話です。で、それは簡単に一言で言うと、石鹸で顔や体を洗わないようにしたということです。石鹸で顔や体を洗うのをやめまして、10年近いんですけれども、ちなみにこう全く顔を洗ってないわけではなくって、石鹸以外の洗顔料とかを利用するようにしているって感じなんですけれども、まあ詳しい話をちょっとしていきます。まずその考えるに至った理論っていうのがいくつかあって、そもそもいろんなこうアトピーとかの肌質の人で、どういうタイミングで一番肌のこう悪化をね実感しますかっていうようなアンケートを昔取った人がいて、そうすると必ず体を洗った後、顔を洗った後っていうように、洗浄後が最も肌の調子が悪くなるっていう風に答えた人が多かったんですよ。まあ、実際僕自身も洗顔とかした後がとにかく顔が乾燥したり体が乾燥したりして、保湿剤いっぱい塗らなきゃいけないっていうような、まあサイクルになっていたので、なんかこう洗顔自体に問題があるんじゃないかっていうふうに考えたんです。で、美肌成分辞典っていう本があるんですけれども、まあ今用いられているね洗浄成分の洗浄力っていうのをイメージでね、まあ並べた図っていうのを作ったんですよ。で、65ページに和之助的各洗浄成分の洗浄力イメージっていうね図があります。これこちらに表示しています。まあ今ね市販されてる洗顔料のほとんどの洗浄剤の成分って、この石鹸とか仮石鹸っていうようなね石鹸タイプの成分がほとんどの場合主成分になっています。もうほぼなので8割とか9割ぐらいがこの石鹸系の成分が主成分になっていると言っても過言ではありません。でも実はね、石鹸ってお肌に優しいっていう風に言われがちなんですけれども、洗浄力とか皮膚刺激性とかをいろいろ試験してみると決してそんなことはなくて、まずアルカリ性であるということで、お肌の弱酸性のバリア機能っての低下させてしまうというデメリットや、洗浄力が実はすごく高くって、特に肌のバリアの一つである皮脂成分を除去しやすいっていう特性があるんです。で、これですごくね、まあ、洗浄力が高いと。あとは金属石鹸といって、まあ、水道水中の成分と合体して金属石鹸というものを生成して、その残留成分がお肌に残りやすいというデメリットがあります。まあ、この3つのポイントを考えてみても、特にお肌が弱い敏感肌とかアトピー肌とかの人にとっては、まあ、石鹸って適した洗浄成分じゃないんじゃないかっていうふうに僕は考えたんですよ。で、もう一つ見ていただきたい表があって、122ページにある和之助的敏感肌肌の強さの考え方っていうねページがあるんですけれども、そちらに載っているのが、まあ、敏感肌とか強靭肌とかね、でどういう風に考えているのかっていう話です。で、実はね敏感肌っていう言葉は科学的とか医学的に根拠がないというか、もう化粧品業界の造語なんですよ。実はその化粧品の薬機法では、あの、ね、お肌が弱い方向けとかっていう表現は NG なんだけど、敏感肌の方向けですっていう化粧品は作れるという風な感じで、まあ、実はその化粧品業界的に肌が弱いという表現ができないから、曖昧な表現として敏感肌という言葉を作ったと。だからこれは医学的に根拠のない言葉で、別に敏感肌というね医学的な言葉があるわけではないんです。ただし僕はその実際に敏感肌って言えるような肌質の方っていうのはいると考えていて、でそれのプロットした、まあ、どういうぐらいの人たちがこういう肌質なんだよっていうのを僕がイメージ的に考えているのがこの図です。で、お肌が強い人とか弱い人っていうのはすごくね、こうセンサー万別、その肌の強さにまちまち差があって、その中ですごいね、どんな化粧品使っても肌が荒れませんっていうような人たちもいれば、まあ、市販で売ってるような化粧品ほとんど使えませんっていうような肌質の人もいます。まあ、そんな感じで肌の弱さをプロットすると、根本的に生まれつき肌が弱い人たちのことを敏感肌とか、その中でもさらに弱い一部の人たちをアトピー体質っていう風に言うんじゃないかっていう風に僕は考えているんです。さっき言ったように石鹸っていう成分はほぼ 80% とか 90% ぐらいの洗顔料とかで使われているんだけれども、大半の人にとってはね全く問題ない洗浄剤なんですよ。実際だから肌が強い人とか普通肌の人とかっていうのが大体 70% ぐらいいます、正直言って。で、こういう人たちにとっては全然問題なく利用できる洗浄剤です。しかし我々ね、アトピー体質の人とか敏感肌って言われるような、まあ、少数の肌が弱い人たちにとっては、まあ、先ほどこう示したように、ここまで強い洗浄力のものっていうのが根本的に肌に合っていないっていう風に考えたんです。だから僕はある時から石鹸という洗浄剤を用いて体や顔を洗うということをやめました。で、これがアトピーとか敏感肌の改善に最も効果が高かったんです。
じゃあ石鹸が肌によくないのであれば洗顔料一切使わずにお湯のみとかで洗顔すればいいのかというとそうではなくて、以前に肌断食っていうのでお話をしていることがあるんですけれども、まあ、今までしっかりがっつりね石鹸を使って肌を洗ってきたっていう人たちがいきなり何も使わずに例えばお湯のみで洗顔をするようにするとこれまた肌荒れの原因になります。やはり、まあ、人間の体は、まあ、恒常性という性質で常にこう普段のね環境から大きく変わらないようにっていう風にバランスを保とうとする働きがあるんですよ。なので今まで石鹸でしっかり洗ってた場合は除去される分の皮脂分とかをたくさんこう分泌するようになっているので、これを突然やめてお湯洗顔だけでしようとするとどうしても今まで分泌されていた皮脂分とかがたくさん残ってしまって、それが肌荒れの原因になってしまうと。以前こういう図を作ってるんですけど、まあ、こういう風に今までだとちゃんと除去できていた油分がお湯洗顔なので洗浄力が優しくしすぎるとたくさんのね皮脂分とかが残りすぎてしまって、これがかえって肌荒れに結びついてしまうと。これを僕は洗浄格差っていう風な言葉を使って説明しているんですけれども、まあ、洗顔料とかの洗浄剤には洗浄力の強弱があり、その洗浄力の格差がね広くなりすぎればなりすぎるそこど肌荒れが強く出てしまうリスクが高くなるっていうお話なんです。だからまず石鹸っていうかなり強力な洗浄力のもので洗ってきたところからお湯洗顔というほぼ全く洗浄力を持たない洗顔に切り替えた場合、これは洗浄格差がマックスありますので当然肌荒れしてしまうと。でこれを回避しなければならないっていうふうに僕は思いました。それで、まあ、先ほどの洗浄力のイメージ図っていうのをもう一回見ていただきたいんですけれども、洗顔料にはほとんどの場合石鹸とか仮石鹸っていうのが使われているという話をしましたが、洗浄剤自体はもっとたくさん様々な種類があるんですよ。これはすごく、まあ、専門的な内容なので分かりにくい可能性はあるんですけれども、化粧品とかに使われている洗顔料の洗浄成分には石鹸とか以外にももっと洗浄力がマイルドな様々な成分がたくさん実用化されています。昔であれば確かにこれらの成分ほとんどのものが20年とか30年の間にできた新しい成分なので、もう30年前とかのね化粧品の本とかだと石鹸が一番肌に優しいって言われてたのはこれは確かな話なんですよ。今まではラウリ硫酸ナトリウムとかラウレセル酸ナトリウムか石鹸かぐらいのこの3択ぐらいだったのに、今はもっと優しい成分がたくさんできていると。でその中にはお肌の酸性を壊さないような弱酸性で効果的な洗浄力を発揮するような成分とかもたくさん作られているし、肌バリアを通過しないような分子量の大きさを担保したようなかなりマイルドな成分っていうのもたくさん作られています。でこれらのマイルドな洗顔料を使って肌を洗うことで先ほど言ったような大きすぎる洗浄格差を生じさせずに肌の改善を狙っていこうというふうに考えたのが、まあ、僕が一番最初にやった敏感肌とかアトピー改善の方法でオフスキンケアという名前で、まあ、ブログで紹介して、これはかなりたくさんの方に評価をいただけて本を書いたりっていう、まあ、今こういう仕事をさせていただくきっかけになった一番最初にある起点の洗浄を元にしたスキンケアの考え方なんです。で僕が作ってるセララボっていうような化粧品のブランドもこのオフスキンケアっていうスキンケアの基本を踏襲して作られているもので、セララボではこう2つの洗顔料を準備させてもらっていて、セラベールスキンウォッシュインデュースという商品とセラベールスキンウォッシュエクストラという商品なんですけれども、でセララボにはね石鹸を使った洗顔料っていうのはありません。石鹸はもうほとんどの場合さまざまなメーカーさんで石鹸系の洗顔料を作っていますので、セララボはその石鹸系の洗顔料を作る必要がないと考えています。で用意している洗顔料は実はこの先ほど出している洗浄力のイメージ図で、例えば中間に収まる低刺激ながら高めの洗浄力を持っているっていう風に書いてあるラーレス5カルボン酸ナトリウムという成分を主成分に配合しています。これは、まあ、酸性石鹸って言われているような成分で、まあ、石鹸のようなさっぱりした洗浄力を持ちつつも、まあ、弱酸性でお肌に対してマイルドな洗浄力を持っている、まあ、かなり新しく作られた洗浄成分です。まあ、この成分が主成分に入っていますので、まあ、弱酸性だし石鹸のようにがっつり洗いすぎることなくかつさっぱりね洗えるというタイプの洗顔料です。でしかもこれは洗顔料なのにこういう形してるんですけど、一応全身用洗浄料という形になっていて、もう顔も体も一緒に洗えます。まあ、そもそも一番肌に優しい成分であれば顔も体も洗えて当然というふうに作ってありますので、まあ、いずれの商品も全身用洗浄料顔も体も、まあ、なんならお髪とか洗われる方もいらっしゃいます。今まで石鹸で洗われていた方が最初になんかシフトするときはいきなりお湯とか、まあ、さらに後で説明しますがアミノ酸系洗顔料っていうようなすごくマイルドなものにシフトしてしまうと、もうこれは洗浄格差が生じてしまって肌荒れはたくさんする可能性があります。なのでまずは中間に収まるぐらいの洗浄力のものに変えるっていうのをお勧めしています。でこれの洗浄力は
まあ中の上ぐらいなので、ほとんど万人の方が洗浄格差の肌荒れを実感することなく使用できるぐらいの洗浄力になっています。だから多くの方にねおすすめしやすいです。でアトピー肌の方にもいいし、普通肌の人とかでも全然問題なく使っていただけるタイプの洗浄力です。ただしもう一つあるこちらの洗顔料はセラベルスキンウォッシュエクストラというタイプの洗顔料で、アミノ酸系界面活性剤のラウロイルグルタミン酸 TEA という成分を主成分に配合していて、非常に洗浄力が優しいっていうようなタイプの成分です。まあ、こういうふうに2つの洗浄力に設定していて、まあ、こちらはさっぱりしっかりめに洗えるといっても石鹸とかに比べるとかなりマイルドで、こちらはもうものすごくマイルドな洗浄力になっているので、普通に今例えば石鹸とかでしっかり洗ってる人がいきなりこのエクストラを使われると大半の場合は肌荒れします。なので通常洗うべき油分とかもほとんど落とせないくらいの洗浄力になっていたりします。でもお湯で洗えるは洗えるみたいな感じです。僕の場合は油脂クレンジングとかでクレンジングした後にお肌に残っている油分とかをさらっと流したいとか、そんぐらいのマイルドな洗浄力を求めている方におすすめしているような洗顔料で、僕はもう現在これしか使ってなくって、顔も体も洗顔はこれのみなんですが、最初はこちらにあるこうラウレス5カルボン酸ナトリウムみたいな酸性石鹸というものを主成分にしている洗顔料とかを使って最初にオフスキンケアをしました。これが簡単に言うと、その洗浄力はやっぱこう石鹸がかなり洗浄力高い部類で、酸性石鹸っていうのが中間に収まるぐらい洗浄力で、アミノ酸系っていうのが優しい洗浄力っていう風になっているので、これを徐々にね階段的に降りてくるっていう風に洗浄力の調節をしていくんです。そうすると洗顔料とかで今までねたくさん洗いすぎていて、肌の保湿成分とかこうバリア機能とかが洗い流されすぎてしまって肌のバリアが低下していたっていうものが、徐々に洗浄力をマイルドにすることでお肌に潤いを残した状態で洗浄を終えることができます。でこれを突然ねお湯洗顔とかにしてしまうと、格差があまりに開きすぎちゃって肌荒れがとてもしやすくなってしまうので、洗浄力を段階調節するというような考え方で洗顔料を設計しているのがコーセララボのスキンケア理論です。だからまあほとんどの方にまずおすすめしたいのが、こういうラウレス4カルボン酸とかラウレス5カルボン酸ナトリウムみたいな酸性石鹸タイプの洗顔料。これちなみに市販で入手することはなかなか難しいです。なんかすごく珍しい成分なので、美容室専売品のシャンプーとかだとまあ稀にありますが、洗顔料用途だと僕が以前にこちらの洗顔料の製品で紹介しているベビーセブメントなどの製品などには、まあ、配合されてはいるんですけれども、まあ、香料とかもたっぷり入ってますので、無香料でこうお肌に優しい製品として、また泡タイプっていうものは、まあ、ちょっといろいろデメリットもあるので、その点が問題ない。リキッドタイプで紹介しているものはかなり珍しいです。でアミノ酸系のものは市販でも、まあ、結構あるんですけれども、まあ、その中でもとてもマイルドな構成に作っているのはこちらのエクストラですね、というような感じで、今のところセララボで作っている洗顔料が2つ洗浄力の段階があるっていうのはこういう理由になっています。でこういう風に洗浄力を段階的に落としていって、肌に必要な油分とか保湿成分っていうのを残して洗うっていうのを、まあ、僕はオフスキンケアっていう風の名前で紹介してきました。でこのオフスキンケアっていうのは、なんでじゃあオフスキンケアをやめようみたいな感じの名前なのかというと、まあ、そういうわけではなくって、洗浄力さえちゃんと調節できれば肌に必要な保湿成分とか油分っていうのはその場に、まあ、残してね洗い終わることができると。でそうするとスキンケア自体がそんなにね必要じゃなくなってくるよと、そういう考え方です。だから別にスキンケア自体しても構いません。スキンケアをやめようっていう意味合いだと思ってそういう風なケアに混同される方もいらっしゃるんですが、根本的には洗浄力を段階調節することで、まあその肌荒れをしないようにマイルドな洗顔に慣れさせるっていうのがオフスキンケアの基本的な考え方です。だからこれをすることで最終的に、まあ僕は今なんか化粧水のみでしかスキンケアしていません。でもしっかりがっつり洗っていた方はやっぱりこう水分も油分も洗った後はなくなってしまうので、こう肌がねスキンケアを求めてしまうと、例えば化粧水だけじゃ足りないから乳液クリーム出してまた美容液を使ってとかパックをしてみたいな感じでたっぷりやらなきゃいけないっていうようなスキンケアを、まあ、見直すきっかけになるでしょうと。それがオフスキンケアの根本的な考え方になりますので、まあ、その辺を誤解しないようにしてほしいなと思います。オフスキンケアしてても別にスキンケア自体はね全然やっていただいて構わないです。僕自身は化粧水しか今使ってないけど、中にはもうちょっとしっかりいろいろ美容成分とか使ってるって方もいらっしゃいます。一番重要なのはこの洗顔料の洗浄力調節をとにかくするということなので、もしもこうアトピーとか敏感肌とか乾燥肌でどうしようかなと悩んでる方、石鹸とかで洗った後にどうしても乾燥を強く感じてしまうという方は、一度
度こういう風に洗浄力を見直すっていうことをしてみてほしいと思います。市販でもマイルドな洗浄力のものはたくさんありますので、洗顔料のおすすめマイルドな洗顔料っていうのを僕も動画で紹介してますので、そちらを参考に選んでいただいたり、テララボの洗顔料を、これはもう本当にオフスキンケア専用でルート通り辿っていただければスムーズにね、オフスキンケアが移行できるっていう風にもう設計してありますので、どれ選んだらいいかわからないって時は使っていていただきたいと思います。ちなみにこれ 250ml なんですけど、超ごく少量でめちゃくちゃ泡が立つので、1本がなくなるのが1年ぐらいかかるっていう風に言われておりまして、コスパは大変高いと思っております。まあ、これ1本1800円、これ1700円ぐらいだと思いますので、意外とお求めやすい製品です。はい、ということで簡単にまとめますと、オフスキンケアというね、僕が考案したスキンケアの考え方について今日お話しさせていただきました。もう根本的には洗浄力をこう段階的に優しくしていくことで、肌に優しい洗浄力に慣れさせて、肌の水分とか油分とかを残して洗浄を終える、でスキンケアをシンプルにしようっていうのがこのオフスキンケアの基本的な考え方です。まあ、これはもちろん市販の洗顔料とかスキンケア製品を使っても実践は可能なんですけれども、自分で考えるのはなかなか難しいかもしれません。でもちろんたくさんの方は自分なりに考えてやってらっしゃる方もいらっしゃいますので、まあ、僕のブログとかね、書籍でオフスキンケアっていう本も書いていて、この本の内容を読んでいただければ日々にも使えますかとか、こういうような症状の時にどうしたらいいですかみたいなような内容なども全部盛り込んで、オフスキンケアの真髄についてたっぷりね、200ページぐらいで語っているような本なんかもありますので、こちらも参考にしていただけるといいと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。こちらの動画がいいと思いましたら、チャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。